やっていきまーす。意外とうまそうでしょ。君たちのお便り俺が判定するわ。さあ、こんにちは。相談になります。私はシャルルのリスナーです。彼のサブスクを続けてかれこれ、もうすぐ5年になろうとしています。そこで私の中で少し嫌かもとふと思ったことがあるので、ご相談として送らせていただきます。彼の配信で5年以上サブスクは、出荷とよく表現され、サブスクバッジは王冠付きの豚からトンカツへと変わります。脂質制限中の彼が食べることのできないはずのトンカツです。私はリスナーと比べると比較的多くのコメントをするので、 100g あたり脂質が 35g のロースとんかつをコメントを打つことに彼の前に出し続けることになってしまうのが少し後ろめたいなと思って困っています。最後の晩酌で、体重が 4kg 増え、さらにスタザップシャープ8の日に焼肉食べたけど我慢してビビンバにしたと石焼きビビンバを食べてドカグリ気絶する、男増永由紀31歳。彼のサブスクをする5年以上前から見続けていた経験から、彼のダイエットが今の考えのまま成功するとは一かけらも思っていませんが、とんかつバッジの存在が失敗の原因の一端を担うのではとか考えてしまい少し嫌です。彼の健康状態は今のままでは当然のように D2 に残留。彼の診断結果のおにぎりはセブンの明太子おにぎりになって胃袋の中に収まることでしょう。最悪痛風と、糖尿病の D2 の崖をゴロゴロと転がり落ちることもあるようだろうと。なげえこいつシャルルリスナー、なげんだよ。ここ数日間セブンへの往復の移動運動だと言い張り、朝のおにぎり2個と担々麺風春雨スープを食べる彼を見ながら思っています。彼の減量生活に対して何卒ご一層ご指導ご鞭撻の方でよろしくお願いいたします。長文失礼いたしました。長っ。ほんとシャルルリスナー長い。映ってるカタリストが、まあ、さっきの話ですね。前回の動画になってるのかもしんないけど、ダイエットの話をした時に出てきた5年以上サブスクライブをしているリスナーさんからの悩み相談というわけで、とんかつバッジの存在が失敗の原因の一端を担うのではないかと考えてしまいそうで少し嫌です。そんなことはないので大丈夫です。そこまで化け物じゃない。コメントを見るたびに、あ、とんかつ流れてきたって思うほど化け物じゃないんだよ、さすがに。気にしないでください。あー、ブルプロおもろいなー、ブルプロはとんかつだ。あ、そういえばね、この前ね、ロレはとんかつやってなってないよ。なってない、別に。気兼ねなく今後もコメントしてあげてください。いいですね。長文だったけど丸でしょ。普通にそれ言い訳にされるよ。いや、ありえないだろ。いやね、コメントでね、5年以上のサブスクライブのやつがね、とんかつバッチなんだけどね、それ見るとね、俺の食欲がね、抑止されてね、もうね、止まらないんだよ。なんねえよ、さすがに。俺はシャルルを信じてる。今回のマシュマロのお題は、これだけは他人に負けねえ。か、実は俺これすごいんじゃねです。で、募集させていただきました。これ地味にすごいなと思ったんだよな。前澤さんの10万円プレゼント当たったこと。いるんだね。あれって当たるんだ。俺当たんないもんだと思ってたわ。ちょっと詐欺ってると思ってたわ。これすごい。これすごいね。今大学生なんですが、小学生の時からの彼女と未だに付き合っています。待ってね。最短というか、小6から第1までね、8だぞ。奇跡だろ。すごいね。やばい、ちょっとエロ漫画読みすぎてちょっとエッチだわ。シチュエーションが。気をつけろ。大学なんて危ねえ男しかいねえぞ。筋肉もりもりの褐色ヤンキーしか。危ねえよ、ほんとに。スターさん、お久しぶりです。コーラ3リットル、マストデブ、163キロです。お前、献立だろ？お前、献立だよな！4ヶ月前に健康診断に行ったのですが、それはもう最悪の検査となりました。その体験を共有させてください。健康診断の経過である検査で様々な問題が発生しました。長文になりますが、冒頭は手短に一覧形式で紹介します。公然わいせつ一歩手前。検査用の服が 3L のため、半血ブルーシー状態。普段は 6L、7L。
血圧測定器ブレーカー、腕が取らず数値エラー発生、手動ポンプのアナログ検査実施、新人看護師、ちょっと待ってくれ、おもろすぎ、新人看護師高さのデブ、血液検査の新人なさ困惑、血管がわからない4回失敗、ハートブレーカー30倍、心電図機器が体に合わず10分格闘、宴会30人分のレシートみたいに検査用紙が出てた。今回の検査の中で一番ひどかったのは身長体重測定です。最新の機器を導入していると聞いたのでワクワクしていました。部屋に通されると測定機にはいろいろな数値が測れるオプションと、身長体重が両方測れる機器でした。測定器の上でスタンバイして5分待っても検査が始まらないので様子を見たところ、看護師が、首をかしげてありえないとつぶやいて、看護師は急いで消えていき、機械からはエラーが鳴り続けていました。気がつくとデブを中心に医師と看護師4人で囲まれ緊急会議が発生、終了後は先生からここじゃ測れないので無理ですねと半割に言われました。測れない理由を聞いたところ、体重測定後に、身長測定バーが頭に置いてきて測定が始まるシステムになってるとのことです。それなら問題ないですよね、早く再検査してくださいと発言したところ、気に触ったのか医師の口調が強くなり、この測定器は 150kg 以上は測定不能でうちの施設では無理ですと冷たく言われました。絶望しましたが、その後アナログ式メーターの、体重計を2個使って測定、身長は寝てメジャーで測りました。人間の測り方じゃねえな。私が太りすぎてるのも問題がありますが、何でもかんでも最新機器を導入するとこういった問題も発生するみたいです。アナログな方法も少し残したいとかいいとスタッフさん思いませんか。だから残してあったら体重計2個測れたろうが、痛すぎるお前が。友人と銭湯に行くと体重計に乗るような流れになります。体重を測るとメーターが振り切って測りがバカになる状態を友人と爆笑するくだりが近い未来、できなくなるのは苦しい悲しいですよ私ってそうか。でもさ、お前前話した時と体重減ってねえじゃん。無理だよお前痩せんの。痩せる気ないだろ。このボケ一生できるよ、お前。死ぬまで。あともうちょっと死ぬけど。いや、君ぐらいのなんかデブエピソード持ってる人なかなかいないね。なんか新しいエピソードだったり、今までの面白いエピソードだったらどんどんね。最初の冒頭必ずこれにしてください。コーラ3リットルマストデブ。こう言ってくれたら君だってすぐわかるんで。素晴らしい。素晴らしいです。また出てきて。僕は階段降りるスピードで負けたことがありません。こういう動画も食って、動画もお前の階段降りるとこが見たいわ。こいつ動画あるわ。これだけは他人に負けねえ。実は俺黒石すごいんじゃねえ。どうもなっとつものです。ネトーカネチネチしてる、気持ち悪い、コメントありがとうございます。 M キストなので とても嬉しかったです。ちなみになっとつのは自分が考えた造語ではありません。あ、そうなんだ。自分が唯一これだけは他人に負けねえ、実は俺これすごいんじゃねえと思ってるのは指パッチです。なるほど。ちなみに友人の前で披露したら気持ち悪いと言いました。お前気持ち悪いとこしかねえな。高校の文化祭のクラスで全校生徒の前で 指パッチをしているだけの動画が流されたのが軽い黒石です。早いけど早いけど中途半端じゃない。もっと上を見なくても分かるレベルでもっと上がいるって断言できるぞ。ギネスは狙えないね。ダメだね。このままだとお前キモいだけのやつになっちゃうぞ。何かうちのマシュマロでさ、お前目を挽回しないと。まあ、次を待ってるから、リベンジ。僕はキウイを食べると顔がバチボコに腫れて息ができなくなるという時があります。今度見せてあげるからね。こういう人は動画送ってこないで。これただのアレルギーなんで。危ねえ、マジで。いらんのよ、こういうのは。命がけすぎるだろ。
素手でトイレ洗える気合いの問題だろ。なこういうのも動画欲しかったね。動画ありって言えばよかったな。僕は左右の目を互いに違う方向に向けることができます。具体的に言うと、右眼球を右上、左眼球を左上に同時に向けることができます。これちょっと動画も DM してくんない？気になるわ。地元テレビの取材で特技を聞かれた時にこれを披露したら、その日の夕方画面いっぱいに僕の変顔が映り、スタジオを震撼させてしまいました。今年で19歳になりますが、今まで同じことができる人間は見たことありません。俺も28歳とか見たことないね。オロチドッポやん、本当に。ガチで見えるとしたら特殊技能じゃない？すいません、本人ですが DM 送りました。マジ？これここにペッてやったら見えんのかな。これがこの人の普通の顔なんだよね。この普通の顔バージョン送ってきてんの丁寧でウケるよな。ちょっとすげえ、マジですげえ。いや無理無理無理。これだからお前視界どうなってんの？視界、視界はどうなってんの？それは万華鏡みたいな男性、万華鏡シャリガン特殊すごすぎだろ。持ってるねー。お前一族のものだったか。